ヤイロチョウカは、鳥類スズメ目クタイランチョウアモクのトガである。ヤイロチョウオと総称されるが、競技には、ヤイロチョウオは一種ピッタニンフォを意味する。ユーラシアとオーストラリアク、タイランチョウアモクの内アメリカ大陸に、全く生息しないトガは、ヤイロチョウカのみである。アフリカ大陸、オーストラリア大陸北部及び東部、ユーラシア大陸南部、インドネシア、ソロモン諸島、 日本、パプアニューギニア、フィリピン。全長15-28センチメートル。全身が複数の色彩をした羽毛で覆われ、特に頭部や覆面が鮮やかな色彩をした種が多い。オハは短い。くちばしは太く、やや下方へ湾曲する。講師は長く、地表で歩行するのに適している。多くの種では、シ由で色彩は変わらない。 低地から山地にかけての常緑樹林や落葉樹林などに生息する。主に地表生だが、樹上で大声で泣くこともある。群れは形成せず、単独で生活する。危険を感じると走ったり、短距離を低空飛行し逃げる。植生は動物食で昆虫類、陸生の貝類、ミミズなどを食べる。地表を徘徊し、 口しで落ち葉や腐食質等をどかして獲物を捕食する。繁殖形態は卵生。樹状や地表などの様々な場所に木の枝を組み合わせた球状や大形状の巣を作る。広橋家と姉妹群であり、合わせて広橋下目となる。ヤイロ家はかつて複数の族が一つの族に統合されたが、三つの大きな系統が見つかり、再び三族に分離された。 国際鳥類学会議による、三族三十二種からなる、すべてをヤイロ鳥族ピッタ一族とすることもある。ただしヒドロニーズ族の一部の種は、族をピッタとする場合、首相名の語尾を女性型にしなければならない。俗名、ピッタ、および英語名ピッタは、インド南部で鳥を指す言葉に由来する、開発による生息地の破壊等により、 生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。